はははいいさんこんここにちち本日はこちらの積分を扱います今回の積分のポイントは「式をシンプルにする時間」ということで今回このままの形だと積分が難しいですし部分積分等を使ってもうまいこと積分できる形に持ち込めないので時間して変形していこうと思います。はい今回分母の後ろの括弧 8x を t で置き換えようと思いますけれども 8x を t で置き換えると x は8はい dx は −1dt となって区間26に対して t は6にこちらが対応しますので。 すべて放り込んであげると、こちらの式はい。マイナス -1 の力を使って積分区間上下反転させることができはい。このような形に落ち着きます。はい、この形で積分できるかというと、この形でも積分が難しいんですが、今回注目してほしいのが元々の式と今変形した式見比べてみると非常に似た形をしていてはい。x の代わりに8。行ティー、これが入っている形という形となっています。はい、実際積分の変数は何でもよくはい。t を x に変えても積分の値としてはイコールなので。 t を x に変えてこの式考えてあげると x を 8x に変えても積分の結果としてはイコールだよと。はい、というような関係式が出てきて実はこちら単体では積分が難しいですけれどもこちらのイコールの関係を使ってあげるとうまいこと積分できる。計算結果求めることができるようになっています。はい、ということでまとめてあげるとはい、今求めたい式というのは x を 8x に変えたこちらの式青の式とイコールでありはい、こちらを求めたいので仮に i としてあげると。 赤と青、単体では積分難しいですが実は赤たさを計算すると簡単に積分を求めることができます。はい、ということで赤たさを計算してみると両方とも i なので i+i2i の計算なんですけれども、はい、2i は分母は一致していて、はい、分子足し合わせてあげると実は分母と同じものが出てきて約分することができます。はい、つまり1の積分となり積分してあげると結果として4これを得ることとなって。 2i が4ということで求めたい i は2という形となってきます。はい、ということで今回、はいえー、と置換してあげると,、はいえー、と x を 8x に掛け合えた式こちらが出てきて、はい、これが同じものなので i と置いてあげると 2i を計算することによってうまいこと積分結果出すことができるよというような形となってきます。はい、でこれに関して言うと,、はいえー、と慣れてこないと置換した後の流れ 同じものが出てきてというのが見えてきづらいと思いますので一応そこの背景にあるものもお話しておくと、はい、今回は、はいえー、とある有名チャンネルで紹介されたキングプロパティという性質を使っているんですが、はい、キングプロパティというのは何かというとある積分は、はい、x を積分区間にした a+b−x に変えたもの、はい、x を a+b−x に変えた積分と計算結果としてはイコールだよという性質が 積分一般としてて成り立ってきます。証、はいえー、明自体はそこまで難しいものではなく、はい、右辺から左辺を導いてみようと思うんですが、はい、この a たす bx これを t で置き換えると、はい、dx は1 d t で、はい、区間 ab に対して t は ba が対応するよと、はい、放り込んであげるとこの形となりス1のつか力を使って積分区間上下入れ替えて、はい、変数を tx に書き換えると右辺が導けるよと。 はいということで、はいこのような関係式が成り立っていて、はい今回特にこれを使って、はいこのパターンを計算しているという形となっています。はいこのキングプロパティを使ってあげると、はいこちらのイコール成り立つんですが、はい左辺の x を a plus b 引く x、こちらに変えたいのが右辺という形となっていて、はい分母のところに変しても x これを a plus b 引く x に変えると x という形になってきます。 こちらを求めたいのでこれをととすると、はい、これら単体では積分難しいんですが、はい、足し合わせてあげると,、はいえー、と分母は一致していて分子は足し合わせて分母と同じものが出てくると約分されて1の積分こちらに帰着することができ、はい、計算してあげると b−A、はい、もともと i+i2i を計算していたので i は2分の b−A という形になってきます。はい、特にのの式は、えー、少しマニアックなので 完全に覚える必要はないと思いますけれども、はい、キングプロパティの性質、こちらに関しては、はい、受験の問題の背景として出てくるものも多く、はい、えっ、ー、と積分困った時の裏技として、はい、x を積分区間足したもの引く x に書き換えた式とイコールだよ、はい、そんなことを試してみるとうまいこと積分できる問題も結構あったりするので、はい、ぜひ積分の最終手段として頭入れておきましょう。はい、そうしましたら本日は以上です。 このように毎日1問数差の積分計算を扱っていきますのでもしよかったらチャンネル登録して毎日1問積分計算チャレンジしてみてください。はい、い本日以上です。す。ありがとうございます